なあ、少し思ったんだが、なんだ、自身の考えについてどう思ってる？もう少しわかりやすく言ってくれないか？自身が思ったことにどのような感情を抱いてるかだ。なるほどな。ちょっと聞いてたけど、それってどういうこと？無茶なことにバカバカしいなって思う。そんな感じだと思ってくれ。つまり考えた時に思う感情ってこと？それで問題ないと思うぞ。まあ、言葉にするのは難しいよな。って、質問の答えは？それは疑問だな。答えが疑問ってことでいいのかい？そうだな。聞いただけだとちょっとわからないですね。まあ、説明した方が早いな。本当に自分の考えなのか疑問に思っている。まるで、何かのシミュレーションを見ているかのようにね。なんかわけわからないこと言い始めたぞ。例えるなら観察者かな。続けるな。つまり言い方を変えると、NPC が壁に歩いてるのを見て、何してるんだってなる感じ？そんな感じだな。ちょっと奇妙な感覚ですね。まあそれでも唯一言えるのは、他人が思ったことではないからな。まあ、そうだな。そんな感じだといつか心壊れるんじゃないですか？そういえばまだ言ったことなかったな。何を？もうすでに何回か壊れてる。ミュートの時どうなった？え？確か粉々に。それで分かってくれ。ガラス細工？飴細工だ。自己肯定感どっかで落としました？ちょっと探してくるか。うん？沈没するなよ。大丈夫だ、すでに沈んでる。大丈夫な要素どこ？